写真拡大、矢野義彦、コラム、競馬最前線。去る者は日々に疎しにならないよう書き留めておきたい。今週の JRA は3日間開催。でも、まずは台風の動きが気になるところです。3日とも無事に行われるといいのですが。さて、先週の当コラムに、先日亡くなった深澤ヒロアナウンサーのことを含め、今から30年以上も前の話を書きました。何しろ昭和の時代のことですから、私とほぼ同世代の方々にとっては懐かしいと感じていただける話題だったでしょう。ところが、競馬を始めたのが平成になってからという方々には、何のことやらという内容でしたよね。去る者は日々に疎しという言葉がある通り、昔の話はどこかに書き留めておかないと、どんどん忘れ去られてしまいます。それで私は、週刊競馬ブックに、競馬放送のこと始めや、地図に表記された今は亡き競馬場のこと、戦時中の無観客競馬、場外馬券売り場の変遷など、競馬史にまつわる話を相次いで寄稿しています。